こんにちは。毎日着物生活をしている木下紅子です。本日のコーディネートはこちらです。大きい格子の着物に本日は割烹着をつけています。毎日着物生活をしているとお掃除をしたりいろんな家事を着物でこなさなくてはなりません。割烹着は袖口がゴムになっているのでお着物の袖が汚れず、そして私は丈が長い割烹着を愛用しているので、例えば床の拭き掃除などをするときにも着物を直接床に当てることなく拭き掃除ができますし、何かっていうときに対しての汚れも不安感が少なくなるので丈が長いものを愛用しています。あと個人的にはちょっとレースが苦手なのでこういうシンプルなタイプは気に入っています。最近は素材や形、それから色、さまざまな割烹着があるようです。ご自分のお気に入りを1枚見つけてみてはいかがでしょうか。1枚持っていると安心して着物生活過ごせると思います。ご参考にしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。